ボクサー。元 IBF 世界、スーパーライト級王者。元 WBA 世界ウェルター級王者。世界2階級制覇王者。早くからボクシングを始め、アマチュアとして、キャリアをスタートさせた。1998年と2001年には、ニューヨークゴールデングローブアマチュアチャンピオンになった。2000年、全米選手権に、ライト級で出場し、優勝を果たす。 ナショナルゴールデングローブに出場するが準々決勝で、ウルバのアンティロンに敗退した。2001年7月7日に20歳で、プロデビューする。デビュー後参戦は、小勝利で飾るが、以降は判定で勝ちを収める、自身のスタイルを確立する。2004年12月4日には、WBC インターナショナルスーパーライト級王座を7回、負傷判定勝利で獲得。 2006年2月10日には、WBC アメリカ大陸、スーパーライト級王座も獲得した。2006年6月10日、WBO 世界スーパーライト級王者、ミゲールコットに挑戦するが、12回判定負けで、キャリア初黒星となった。2007年は一戦のタイトル戦を挟んで、6月16日に、IBF 世界スーパーライト級王者ラブモアヌドゥに挑戦し、 12回判定勝利を収めて王座を獲得した。2008年1月5日、ハーマン・ヌ・ゴージョと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、IBF 世界スーパーライト級王座の初防衛に成功した。2008年5月24日、ラブモアヌドゥと再戦し、2から1の判定勝ちを収め、IBF 世界スーパーライト級王座の2度目の防衛に成功した。 2008年9月、指名挑戦者、ハーマン・ヌゴージョとの再戦よりも、イボ世界スーパーライト級王者リッキー・ハットンとの対戦を優先させるため、IBF 世界スーパーライト級王座を返上した。2008年11月22日、リッキー・ハットンと対戦し、11回 TKO 負けを、キッシーイボ世界スーパーライト級王座の獲得に、失敗した。 2009年8月22日、ヒューストンのトヨタセンターで、ナボ北米スーパーライト級王座決定戦を、ファンディアスと争い、12回0から3の、判定負け。しかし内容は接戦であり、マリナッジが勝っていたとする意見も多くあった。2009年12月12日、ファンディアスとのダイレクトリマッチに12回3から0の、 判定勝ちを収め、ナボ北米スーパーライト級王座を獲得。アミール・カーン戦に向けての記者会見でスピーチをする、マリナッジ。左は、カーンとゴールデンボーイプロモーションズのリチャード・シェーファー。2010年5月15日、アミール・カーンの WBA 世界、スーパーライト級王座に挑戦し、11回、TKO 負けで王座獲得ならず。 2012年4月29日、ウクライナで、ビチェスラフ・センチェンコの WBA、世界ウェルター級王座に挑戦し、9回1分10秒、TKO 勝ちを収め王座を獲得し2階級制覇に成功した。2012年10月20日、ニューヨークブルックリンのバークレイズセンターにて、WBA 世界スーパーライト級暫定王者、パブロセサールカノと対戦。しかし前日計量で、 カノが体重超過、カノが勝ってもタイトルの移動はなくマリナッジが勝った。場合は防衛という変則試合となった。試合は11回にダウンをするが12回にから1の判定勝ちを収め、初防衛に成功したが場内からは大きなブーイングが聞こえる結果となりカノの勝利を支持する声が大きかった。2013年6月22日、バークレイズセンターにて、 エイドリアン・ブローナーと対戦し、1から2の判定負けを喫し,し2度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2013年12月7日、バークレイズセンターにて、ザブ・ジュダーとナブフ、北米ウェルター級王座決定戦で対戦し、12回、3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。2014年4月19日、ワシントン DC の DC アーモリーで、 ベーブット・シュメノフ VS ・バーナード・ホップキンスの前座で、IBF 世界ウェルター級王者ショーン・ポーターと対戦するが、4回1分14秒 TKO 負けを、喫し、WBA に続くウェルター級2冠とはならなかった。2015年5月29日、バークレイズ・センターにて、アミール・カーン対、クリス・アルゲリの前座で、ダニー・オコーナーとノンタイトル10回戦で、対戦予定だったが、 マリナッジがスパーリング中に目の上をカットして試合欠場が決まった。2015年8月1日1年4ヶ月ぶりの試合バークレイズセンターにて WBA 世界スーパーライト級スーパー王者ダニー・ガルシアとノンタイトル12回戦を行い9回2分22秒 TKO 負けを喫した。マリナッジは試合後におそらく再び試合をすることはないと。 事実上の引退を発表した。しかし早くも引退を撤回。2015年9月28日、イタリア・ロンバルディア州のディトロ・プリンシペにて、ラズロ・ファゼカスと対戦し、3から0の8回判定勝ちを収めた。2017年3月4日、ロンドンの O2 アリーナで、サム・エギントンと対戦し、8回1分50秒小負けを、喫した。2017年3月6日、 現役引退を発表し、スカイスポーツとチャンピオンシップボクシングの専属解説者となった。2019年6月23日、現役復帰をして、グローブをつけない素手で戦うベアナックルボクシングで、総合格闘家のアルテム・ロボフと対戦し、判定負けを喫した。2021年10月3日、フロリダ州マイアミでティクタクレのコーリー・ビート、エキシビションで対戦した。 ありがとうございます。